さんの質問、はい、堀江さんがこう今こう大学生とか若者になってこうやりたいこととかってありますか、もし戻ったらっていう話なんですけど。いや、同じことやってると思う。同じことですか、うん、やっぱり就職せずに起業して。ああ、もうだからそういう前提じゃないよね。もうだからもうなんだろう、まず大学行ってないと思うの。大学どころか小学校も行ってない。その偏差値60以上の人って自習できんだよ。うん、で俺だって、俺も思ったらずっと自習だったもん。本とか読んで自分で学べるからってこと、うん、だ結局俺唯一なんか習ってすげえ分かりやすかったなと思うのはもう2種類しかなくて、はい、1人は実は匠先生なの。匠先生は俺ほんと良かったなと思って。え、匠先生が俺の数学の先生だったらめちゃくちゃ数学好きになってたなみたいな、しもっと数学できるようになってたなって思った。え、何どう分かりやすかったんですか。だってさ、もう3回か4回の講義で高校数学全部さらったからね、全部。しかもなんか俺らの時代にはなくて、最近できた統計とかのなんか中央値とかさ、はい、なんか標準偏差とかさ、はい、あったじゃん。あれなかったのよ俺らの頃、現役の頃は。カリキュラムが変わって、そう、あれとかも俺一から習ったんだけど、多分1回の授業で終わったからね。へー、すっげー分かりやすい。と、あとあの小学校の時の塾の先生、中学受験のはやっぱうまいよね。だって小学生って注意散漫じゃない。こんなやつらにあの勉強を分かりやすく教えるわけだから、すごいいろんなテクニックを持ってるのよ彼ら。授業って面白いんだと俺初めて、小学校の時に塾に行って初めて勉強って思った、勉強とか授業って楽しいんだっていう。それまで退屈で仕方なかったから、だって本読めば分かるのに、なんでこいつの話聞かなきゃいけないんだろうみたいな、むしろ分かりにくいわみたいな。なので僕はずっとスマホをずっと見ながら何か調べ、ずっと調べ続けていると思うよ。学校なんかバカバカしくて行ってらんないと思うよ。多分一切行ってないと思う。こうなんか最近学校のこうみんな同じように育てていく感じがこう起業家を生まない原因になってるみたいなお話というか記事とかを見たりしたんですけど、なんかそういう教育をでも実際受けられたわけじゃないですか、堀江さんも高校。言ってただけで結局本を読んでただけだから僕は。それで結局それを気にしなかったから、うん、その何でしょう、平均的な感じな人にはならずに。いやいや、自分で、いやでもそれはみんなそういう学習をしてるはずだから、うん、本とかを読んでインプットして自分で分析をしてアウトプットをするってことをずっとやってくるわけじゃん。だって試験とかってそうじゃない。論述式のなんか課題があってそれに対して回答するみたいなをずっとやってきてるわけだから、そこで論理的思考能力っていうのは培われてきたはずなので、結論は出せてるんだと思うんだけど、あれ何なの、人口ピラミッドとか習ったでしょ。で就職したら不利だなって思わなかったのかなって思って。学んだことと自分の行動をうまく結びつけてない学生が多いってことですかね。もう学生が多いというか人が多い、うん、別に学生に限らずかな、うん、で俺はだから信頼できる人の本とか、うん、そのウェブとかそういうの見て参考にしてますよ、うん、まあ俺の発信もそうだと思うんだけど、うん、まあもう情報が民主化したってことは多分みんな理解できてると思うんですよ。で、そこで差をつけるのは行動力だっていうこと自体はそんなに問題ないよね。わかるよね。はい、だから なんでみんな学校行ってんだろうなとかって思って、もう不思議でしょうがないもん。すごい不思議。あ、俺すごい不思議に思ってんだよ、みんなのことを。そこに関して言うと。学校ってじゃあ、どう、これからなんだろう、どういう意味を持って存在すべきなんですか。いらない。いらない。俺の結論はいらない。だって大学ってね、これをまた言うと差別的だとかっていろいろ言われるんだけど、はい、大学っては高等教育機関なわけじゃない、はい、高等教育機関っていうのは、まあ、要はシンプルに言うと頭がいいやつしか行かなくていい場所なんですよ、うん、
頭が悪いやつは来なくていいんですよ大学なんて。だってそういうもんじゃん。高等教育機関の定義からすれば大学に頭が悪いやつなんか来てほしくないわけじゃん、うん、で俺はさっき偏差値60以上のやつは自習できるって言ったんだけど、うん、だから要は偏差値60以上のやつしか来なくていいんだからみんな自習できんだから行かなくたっていいじゃんって話なんて、うん、確かに、うん、でそれが俺らの時代はギリギリまだインターネットがなかったから実質的にあったんだけど、うん、本当に限定的で機能してなかったから、うん、今みたいに、うん、今インターネットで情報に民主的にアクセスできるようになったので、うん、つまりほとんどの情報がタダで見れるわけさ、うん、タダに近い値段で誰でも、うん、頭いいやつはそれでいいわけだ大学行く必要ないわけでなんかすげえ人の話聞きたかったら、うん、もう別に茂木健一郎とか、うん、ダイレクトメッセージ送ったら会ってくれるよ。会ってくれる。俺はめんどくせえかな大体の人は、うん、なんか若い子が好きだから、うん、来ると、うん、およしよしみたいな感じで教えてくれるよ、うん、だからもう世界中の著名な面白い人にメッセージ一つ送るだけで会える時代なわけじゃん、うん、なんか大学にいるよくわかんない教授の話なんか聞く必要なくない？いないみたいな。これ同志と会うとかはどうですか？同志なんか SNS で会えるじゃないですか。そっちの方が同志ですよ、うんうん、うちのオンラインサロンなんかはその行動力のある人しかいない、あ、行動力のある人がいっぱいいるから、うん、そういうプラットフォームを作ったんですよ、うん、オンラインサロンっていうのは。だからそういう大学とかじゃなくて、うん、そういう大学安いし、うちだって月会費1万円だよ、うん、今の大学の学費いくらや、東大今いくらぐらい、年間50万ぐらい、そうです、ね、年間50万ってことは月4万円ぐらいかかってるわけさ、うん、はい、高くない？うち1万円よただ何もないよ、はい、何もないけど、ただ行動する人がいて、行動する人がいっぱいいるから背中を押される場所っていうだけなんだけど、うん、ただ別になんかキャンパスもないし、うんうん、あれだけどなんか勝手に特任教授みたいに作ったりとかして、大学校だったら勝手に名乗れる。だからフレータガムイノベーション大学校って名前をつけて出したんだけど、まあこれちょっと大学に対するちょっと皮肉なんだけどね。これからそういう大学校の存在が増えて、そっちに行く人が増えて、大学に行く人も減る。だから大学は行く必要あんまりないよねって、うん、そのなっていくのかな、うん、で別にその組織に属してなくても、うん、そのアカデミックなことってのは別にできるので、うん、そもそもアカデミックっていうかそういうものっていうのは、うん、昔は大学なんかなかったわけだから、うんうん、で物理的に集まった方がいい時代もあったわけですよ、うん、インターネット以前は、うんうん、だけど今は別に物理的に集まる場所なくてもいいわけじゃん、うんうんうん、その固定のいつも集まれる場所はなくてもよくて、必要な時だけ集まるっていうか、うん、でもなんか私は東大入った時にそこで機会を与えてもらった機会なんかこともいっぱいあって、でも大学に行かないっていうのはもうこう荒野状態からもう始めるわけじゃないですか、戦いを。そこからこう会ってくれると言ってもかなりハードルが高いと思うんですけど。そんなことないからそれはまだネットちゃんと使いこなしていないんだよ。ないですか、うん、なるほど。むしろさ、うん、まあもう年を取りすぎてると思うけど、うん、16歳とか15歳とかだと、うん、なんかちょっと尖ったことしたらすぐ有名になるじゃん。あ、グレタさんの話ユタモンとか。そう、なるほど。ただの16歳なだけだよあの人多分ただの、うん、あれが30歳だったら何の話題にもなってないと思う。そうですね、変な人でも助けられますよね。そう、そう。飛行機乗らないの？勝手にすればあるの？あれだと思うよ、30歳だったら、うん、大丈夫、大丈夫、大丈夫。将来何になりたいんですかお二人は？だからほら、そういう質問だよテレビっぽいの。だからね、そんなものは、はい、そんなものを考えること自体が僕は悪だと思ってるんで。だからだってその将、そうそうそう、だって将来のって言った時点でモラトリアムを自分で作ってるんだもん。だってモラトリアムがある前提じゃない、うん、今しかないんだよ。この後交通事故にあったら死ぬかもしれないんだ、この1時間後に。
あ、将来なんて眠たいこと言ってるんじゃないよっていう、今しかないんだから、うんうん、で今やることもあなたはもうあるじゃん。ありますね。筋トレっていうのがとりあえずあるから、それすぐできるじゃん。でそこでさ、自己実現すると、うん、どんどんなんか本当はやりたかったことがあって、うん、それをあ、これできたからこれもできるかもみたいな感じで、多分ね、それ言うのが恥ずかしいから言ってないだけなの。んなんかあんの、絶対あるよ野望がね。ありますね。あるよね、絶対あると思う。すげえあると思う俺、土井さんは。なんで、ね、見透かされている。いや、なんかすごい言葉の節々にあの、なんかぐいぐい来てましたよね。怖いですね。野望は感じられます、はい、推しが強かったです、ね、怖いですね、はい。さっきの今を生きるっていうことに関してなんですけど、土井さんの質問で、あの捨てると決め、割り切るためのマインドを持てる理由っていう、これも、うん、まあ、いらないものは捨てて今に集中して生きるにつながりますか。うん、まあまあ別にそんな細かいこと考えてないけどね俺はね。なんか 本とかが出てるから、うん、そういうふうに考えてるように思われてるかもしれないけど、うんうん、俺は別に考えてないからね、そんなに、うんうん、確かに捨てるって何かやっぱりこう決断するときに捨てるっていうことがやっぱり怖いっていうのが多分多くの人がいて、うん、で多くの中に乗ったりするっていうけど、まあ、堀江門さんの人生の中で、まあ、いろんなものをバサバサ捨てる、それの強さっていうのが、それはもう経験というかこだわらないっていう、うん、その思考法って、思考法じゃない、考えてないの、そんな。もう考えてない、そんな難しいこと考えてないの。もうただただ捨てるっていう、いやっていう、まあ、別にいいかみたいな。こうある種本能的というか、いや捨てるに慣れる、最近何捨てました。え、最近何を捨てられましたか。いや、なんか常に捨ててるから、なんだろう、なんかなんだろうな、なんか人からもらったものを捨てるとか。プレゼント、そう、プレゼントを捨てるみたいな。必要なことで、こうしつこさが大事っていうのをアップデートでお話しされてたのを見たんですけれど、うん、そのしつこさと、あと捨てるのこう軸の、なんでしょう、分かれ目になってる自分の基準みたいな。別に同じレイヤーの話じゃないでしょそれ。レイヤー違うでしょ。そう、全然しつこさ、こだわりとかじゃないから。しつこさってこだわりじゃないよ、うん、あ、うん、すっぱり諦めるのと自分で粘り強くやるのと、あそこはまた全然違う話になるんですか。だからうまくいくまでやるっていう。ただその別にそのプラン A がうまくいかなかったらプラン B にしようとか、そういうのは、うん、ピボット、うん、はしますよ。ピボットしてるよすごい、うん。だから最初これをやろうと思って、じゃあ分かんない、筋トレ YouTuber やろうってなって、あれあんまり筋トレ伸びないなって思ったら、なんか分かんないけど、その中でもうまくいってた部分だけをこうフィーチャーしてなんか大きくする、まあ、それは何なのか分からないけど、なんかクッキーだけはすごいビュー数が伸びてるみたいな。いける。じゃあこれはそのダイエット用のこうレシピというか料理動画みたいな感じにした方がいいんじゃないかとか、そういう風にして変えていく、ピボットするピボットして PDCA 回して、はい、ね、じゃあ以上ですが、お二人今日感想いかがでしたか。土井さん感想、うん、いやなんか人生相談に乗ってもらったみたいでした。なんかでももうやること決まってますね。やること決まりましたね、すごい、もうでもね、なんかみんなそうやってふわふわしてんだよね、はい、なんでそう、あ、そうだ、だからそうだよね、ふわふわしてんだよね、ふわふわしてるよ、すごく優秀な子いっぱいいるのにみんなふわふわしてる、うん、ふわ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 してる。俺もなんか直接こうやってお話をすることあんまりないので、うんうん、割と説得できる人よ俺。いやもう納得しかしなかった。疲れるからあんまりやんないけど、納得しかない、うん、どうですか。こう将来って決める段階でもうモラトリアムなんだっていう話がすごい印象的で、うん、こう今すぐ行動することがやっぱり大切なんだなって、うん、山口さんなんか今やってることない。
そうですね、こう探して土井さんの筋トレみたいにない全然ないですね。普通に大学に通ってるだけなので。そうなんだ。UC バークレーサマープログラムですか、はい、何これ UC バークレーサマープログラムって何。あとアメリカの公立大学のサマープログラムに参加して、うん、でデータサイエンスと、うん、あとリーダーシップについて学んできました、うん、なるほど。ふわふわしてんな。そうですね言われると思いました。趣味はファッション雑誌を読むと。ふわふわしてんな俺ふわふわしてる、うん、学校では何やってんの。学校は、生物学科の人類系とこにいて、うん、あの人体について、あ、うん、それも結構筋肉と骨が好きだったからそっちに行って、あの人の体についていろいろ勉強してます。あ、なるほどね、はい、そうです。なるほど、はい、筋肉の名前は結構ほとんど言えます。あ、すごいじゃん。すごい。全部できるよ、うん、全部つながってるじゃん、うん、ですか。土井さんちょっと参考にした方がいい、はい、頑張ります完璧です。はい、ありがとうございました。はい、それでは皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。